ちらでは新酒鑑評会で金賞を受賞した18銘柄のうち9銘柄が入り口の一番目立つ特設コーナーに並んでいます。こちらでは先ほどまでは金賞受賞を祝うセレモニーも行われていまして、訪れた人には金賞を受賞したお酒が祝い酒として振る舞われました。さてこちらは福島駅西口から歩いて3分ほどのところにあります県の観光物産館です。県内のお土産や特産品などがずらりと並んでいますが、今日一番売れたのはやっぱり日本酒だったそうです。中にはですね、まとめて金賞受賞したお酒7本買ったという方もいましたよ。そしてこちらですね、奥には福島ラウンジという飲食スペースがありまして、先ほど午後4時30分頃から金賞受賞したお酒の飲み比べができるようになったんです。今日はですね、8銘柄の中から好きなものを選べるようになっていますよ。もう開始直後からですね、たくさんの人が詰めかけていまして、中には毎年この発表の日にここで飲み比べをするのが楽しみの一つなんだと話していた方もいらっしゃいました。さて今日は皆さんにその美味しさを伝えるために私もいただきたいと思います。私が選んだのはこちらの3種類です、はい、この3種類ですが、今年金賞受賞に返り咲いた3つの蔵元を選ばせていただきました。それではまずはこちら、天栄村松崎酒造の大吟醸ひろと川からいただきたいと思います、はい、いただきます。わあ、香りがすごく上品ですね。うまみと甘みのバランスがとてもいいですね。あの天栄村の夢の香りという米使っているということで、とってもまろやかで飲みやすい味わいです。それでは続いて真ん中の喜多方市吉野川酒造の大吟醸吉野川をいただきたいと思います。あ、香りが全然違います。すごく華やかな香りがします。わあ、これすっきり感もあるんですけど、甘み、うまみがあって後からこう余韻が続くような味わいですね。では最後は会津若松市末広酒造の大吟醸玄斎をいただきたいと思います、はい、おすっきりとキレのある味わいですね。もう上品でこれ飲み応え十分ですね。いや、改めて福島の美味しい日本酒、もう日本全国に誇れるものだなと感じました。皆さんもぜひこの機会に改めて味わってみてはいかがでしょうか。以上中継でお届けしました。